そもそも2人の出会いはどこですか？最初都庁で偶然お会いしたんですよ ね。ストピで驚きの場所はありましたか？横浜のやつとかは。今までもらった誕生日プレゼントで印象があるものは？ここの盆室ですね。音楽で生きていくことに親に反対されたことはなかった？あったかな。いや、反対は特別なかったかもしれないですね。こんなダメだみたいなのは言われたことはないと思います、多分。まあでも音大に行くかどうかで悩んだ時期もあったんですけど、まあ音大出たからといって音楽で生きていけるかっていう話もあったりして、まあだから音大が本当にいいのかっていうのを結構親から言われたことはありましたけど。まあ私は音大出てるんですけど、はい、大学の入学式に真っ当に生きることは諦めなさいっていう。ほう。まあもう音楽っていうのとこに特化した大学に来てる段階で、はい、普通の人と選ぶんでる道が違うから、はい、もうなんかそういう人たちが歩む道を歩むことはもう諦めなさいと。まあうちもね、音楽で生きていくことに反対みたいなのは全然なくて、はい、私がそこの道からそれようとすると、母親がピアニストになりたいって言ったのは嘘なのみたいなとか、はい、私がその音楽にこううだうだってなる時とかは、うちのお母さんが結構叱咤激励してくれてみたいなのはあって、はいはい、反対っていうか、すごいよくわかんないから心配して、そんなとこ行かなくったって一般大学行けばいいだろうって言ってたのはおじいちゃんかな。あ、そういう世界全然分かんなかったから、はい、分かんないから不安で、その分かんない世界に飛び込むぐらいだったら今からちゃんと勉強してみたいな感じで言ってましたね、はい、一浪してるので、一浪してた時は特にそれを言われて、はい、ピアノを弾いててよかった話。いやこんなのいくらでもあるからな。いや多すぎる。そんなの。あのね、はい、例えば小学校の時とかって、はい、男の子でピアノ弾けるって結構アドバンテージじゃなかった？まあそうですね、僕含めて2人か3人ぐらいしかいなかったかな、同じ学年で。女の子って大体ピアノやるんだけどさ、そうですね、男の子ってやっぱりね、習うのこと自体が珍しいし、そうですね、それよりもみんななんかサッカーとか野球とか。そうですね、そういうのが多かったですね。私は何かあったかな。あまりにもそれしかやってこなかったからちょっと、はい、ピンとこないんだけど、あ、目立ってるところはあったかな。あ、はい、学校生活の中でさ、はい、例えばその音楽の授業とか、はい、でテスト前とか、はい、私に聞いとけみたいな感じな、があったりとか。別にあれなんですよね、音楽の成績あんま良くなかったんですよ。そうなんだ。中高の頃理論系はもう何もしなくても満点取れるんですけど、うんうん、やっぱりなんか歴史とかになると全く分かんないんで。私も今詳しく聞かれたらもう抜けちゃってる。まああとはあれかな、合唱コンクールとかになるとピアノはまあ回ってくるから。合唱コンがなかったんですよね。あ、そうなんだ、はい、多分珍しいと思うんですけど、そういう楽しいイベントが欲しかったですね。もうピアノやってて良かったっていうのはあんまないですか。
に関しては多分本当だから、弾きたいって思ったら何でも弾けるようになったのはなんか一番良かったかなっていうか、やっぱり弾きたい曲を弾けるっていうのが楽しいですね。あれだけ弾けたら楽しいよ絶対。いや、はい、言われてみればそうかも。私も結構こう耳コピしていろいろ弾くっていうのは自分の遊びの中の一環みたいな感じでやっぱ育ってきてたから、はいはい、そう本当そんな感じですよ。懐かしい、はい、音当てから始まってたのからね。あこうポン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 鍵盤弾きながらでさっきの歌ってこれかなみたいなところから入ってたから、それがもう当たり前になってきて、はい、来たら別に歌ってなんてしないでもねできるようになって、はい、1回聴いたらこんな感じだったなっていうところまでいけるようになった時はやっぱちょっと、はい、あなんか自由になったなみたいな。そうですね、まあ、あとでも他の楽器じゃなくてピアノでよかったなっていうこともありますね。やっぱり他の楽器だとなかなかその楽器だけで全部再現するのってもうほぼ不可能に近いと思うんですよ。そのオーケストラを何か一つの楽器で再現するってなったらピアノ以外でだとちょっときついんじゃないかなっていう。確かに、はい、旋律もできてコードもできてベースもできてリズムもできるみたいな、はい、そうなんですよ万能だよね、はい、ピアノは。だからもうピアノじゃなきゃこれは多分無理だなっていうのが、はい、よかったです。たまに手足りないって時あるけどありますね、それはありますね確かにあと2本腕がはい本当怪力みたいな。そうそうそう。はい、くわ。お互いの魅力はって。魅力。はい。はい。私はね、はい、瀬戸くんの魅力はやっぱり音の美しさかなって思う。はい、いやいやいや、ありがとうございます。なんか粒立ちが本当に綺麗で。いや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 でもわーって弾くんだけど絶対音潰れないしなと思って聞いてて、まだまだです、ねはい、技巧的に弾く人っていっぱいいるんだけど、はい、なんかその技巧的に弾く以上に難しいのってやっぱり音のこう種類をたくさん持つことだとやっぱり思ってて、はい、特に繊細なワークを、はい、どれだけできるかでなんかそのなんか価値がどんどん高まっていくみたいな風に私は思っていて、はい、だからなんか私の中でやっぱり瀬戸くんってそういうなんか繊細なワークがいっぱいできる人だなと思ってます。ありがとうございます。僕はその浅香さんの魅力はですね、はい、初めて聞くな。女性とは思えない力強い演奏なんですよ。なんであんなにすごい力強い音が出せるんだろうっていう。なんでなんだろう。その誰が弾いてるか分かんなかったら男性だと思う。負けたくないっていう気持ちがすごい強かったんだと思うんだよね、ずっと。ピアニストって、はい、全体的な人数としてはさ、はい、女性もすごいいるんだけど、はい、ピアニストは誰ですかって言われて出てくるの男性がすごい多いと思う。多いですね、なぜか。うん、で、YouTube で活動しているピアノの人たちも、はい、男性が圧倒的多数だと思っていて、ね、はい、繊細なワークって女性は得意なんだけど、はい、やっぱりパワーが足りなかったりとかして、はい、そこダイナミックスもっと欲しいっていうのが、そこがやっぱり男性だとバンって来れて、はい、そのバンって出せる人が繊細なワークを取り入れられる人だったらもう完璧なんだよ。そうですね、すごい繊細なワークっていうところをすごい大事にしてたのもあるし、はい、今もそれは大事にしようと思ってるんだけど、はい、パワー持たないと無理かなって思ってた時期もあって、でなんかやっぱりパワープレイだったり、あとはそのオーバーパフォーマンスをしながらとか、はい、他のプレイヤーとは違うぞみたいなところを、はい、違いますね、でも実際男性と太刀打ちできるのは朝香ちゃんぐらいだよねみたいな感じで言ってもらえるコメントとかも見ると、あ、はい、うんうんうん、それはじゃあ出せてるかなとか、はい、
重厚なサウンドが私もすごい好きだから、そうそうそうです、やっぱ自分の中で頭の中でやっぱ鳴ってるんだよね、だそれを再現しようと思うと、はい、足りないパワーみたいなとか、はい、ある、いや全然あるから、そうですね、うん、だなんかそれを再現しようしようってやってたらああなった感じが結構すごいです本当ありますね、うん、パワープレイも、はい、まあ、鍛えつつ、はい、繊細ワークも鍛えつつ、はい、が、ね、両立してるプレイヤーであり続けたいとは思いますけどね、はい、そうですね、もうね、なんかこうやって、はい、こう音楽に対して語るのもすごい楽しいので、今度のね6月の11日が一体どういう、はい、なんか質問がまた来るのかっていうのが楽しみだなと思っております、はい、なんか意外な質問来るのかな、まあ、そうですね、なんか面白い質問が来ればいいですけどね。じゃあこの動画をね、ご覧になった方はこのコメント欄に、ま、なんか質問あったりとかしたらまたそれもねピックアップしようかなと思います、はい、ぜひお願いします。いや今日は長いことありがとうございました、本当に11日までは、はい。